はい、YouGoodの月足です。今回はですね、このような動画になります。もう一度いきます。これ、まあ普通の縦型の動画なんですけれども、元はですね、このような何の変哲もない、星空のない景色の動画になります。で、これに星を足しています。まあ、この星の作り方ですね、合成の仕方について紹介していきます。作り方は簡単です。まず、素材ですね。素材を用意します。撮影した素材ですね。晴れてる日に撮影している素材になります。このような素材ですね。雲とかはないですけれども、星ももう見えていません。土手沿いで撮影したものになります。で、次ですね。これに合成をしていくんですけれども、ファイナルカットないだけで済ませるのであれば、こちら。左上のこのアイコンをクリックして、ジェネレーターというところで、星と検索してください。すると、星があります。それをですね、上に乗っけます。はい。すると、星の素材がありますね。すでに、真っ暗い背景に、点々があります。星があります。で、これを合成していくわけなんですが、ブレンドモード、これをスクリーンにします。すると、このように透過されていくんですね。暗いところが透過されていって、星が浮かび上がっていきます。ただしですね、全部、この星がないところ、本当は絶対にないであろうところも、表示されていくので、これに関しては、毎度おなじみのマスクエフェクトですね。を適用します。とにかくファイナルカット10はですね、このマスクを描画を使ってなんぼのソフトかなというふうに、今回は思っております。マスクを描画をですね、星にブラックしていきます。マスクっていうのは切り取りですね。で、大きく、このまず星、この鉄橋かな？橋の輪郭に沿って、まずはくくっています。この囲んだところだけ表示されます。今表示されていますね。で、よくよく見るとですね、ちょっと拡大してみると、このあたり。切っている、直線上に切っているので、このようにまあ、汚い雑になってるんですね。これを、まあ、一個ずつ点々でやっていくのもいいんですけれども、大きく簡単にやっていくのはマスクを描画の中にあるぼかし。これを適用してください。今32ぐらいしたのかな。で、再生すると、このようにですね、境界外のところぼかしが入っているので、まあ、馴染んでいるっていう感じなんですね。まあ、後でこの、マスクの点っていうのは、変更できますので、いつでも調整できます。まあ、このようにぼかしでごまけるかなというふうに思います。で、さっきからやってるここにあるボタンをクリックすると、フルスクリーンで再生されます。まあ、今回ちょっと縦動画なので、フルスクリーンになってもちょっと見にくいんですけれども、これで活用していってます。で、次、この鉄橋のここですね。ここにも星を入れていきたい。まあ、細かくするんであれば、この鉄橋の間にやってもいいんですけれども、まあ、ちっちゃくてわからないと思いますので、まずこのマスク描画をコピー、もう一回いきますと、星のクリップをコピーしてペースト。ペーストされましたので、このペーストした星クリップのマスク描画をまず消します。そして、ちょっと拡大して、ここの部分ですね。はい。これにマスクを、描画をもう一度入れて、この中、鉄橋の中ですね。に沿って、マスクを作っていきます。で、切り取り囲みました。で、先ほどやったぼかし。ちょっとぼかしすぎかな。はい、こんな感じですね。で、だいぶ馴染んできてます。で、あとここだけ、もう一個やっておくと便利なので、星をもう一回コピーして、ペースト。で、ペーストされた星のクリップのマスク描画を一度消して、新しくもう一回入れ直して、さらに拡大してみましょうか。この、はい、ここですね。を囲みます。そして、ぼかし、15ぐらい。こんな感じですね。で、再生、ちょっとありなしを見てみましょうか。まず、なし。これがない状態ですね。で、ある状態。こんな感じですね。なし、あり。このようにですね、星空がある素材になりました。でもちょっとこのファイナルカットのこの星のジェネレーターがちょっと多いので、フォトショップとか、そういったもので作れるのであれば、一個少ない星空でもいいかなというふうに思います。この星がちょっと調整ができないので、ファイナルカット内で。この辺がちょっと、あったらいいのになというふうに思います。で、最後、この全部のクリップをまとめて選択して、新規複合クリップ、星空、として、一番最初のところでの調整にキーフレーム。一番最後に、最後の1フレーム前で、例えば103とかにすると、3% ずつぐらいですけど、本当にゆっくり再生していく絵になります。今回この星空を使ったショートドラマを作ったんですけれども、流星群の話だったので、その時に使う星空を作りました。こういった合成するときは、合成モードとか、マスクを描画を使うことで、作ることができますので、ぜひ皆さんも試してみてください。今回は以上です。ありがとうございました。